ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回は仮面ライダーのおもちゃですね。詰め合わせで550円になります。で、まあ正直言っていろいろありすぎて、この辺とかね、本当は高いはずなんですけど、ちょっと俺の欲しいものが他にあるんで、他にあるんで、まあそういうことです。もうクローズのソフビー110円かな、これ。まずショッパーカーですね。シャッカリッチスポーツ。デラックス版ですね。売ります。ビリーザキットの食感ガチャポン版。で、これガチャポンのやつの、ゾディアーツスイッチかな。ゾディアーツだっけ？ゾディアックだ。ゾディアーツだな。のガチャポン版のスイッチですね。これは嬉しい。で、ロケットジェネアイ。やっちまった。ドリルのクリアバージョン。これ確かテレビくんの付録だったと思います。はい。あれだ。マックのゴースト。で、やっば。状態悪いんじゃ？あ、しかも光んね。なんとも言えんな。仮面ライダーのやつ。多分これ、当たり枠だったはずなんですけどね。で、似た系統の牙と、ブレイド。多分まだあと1個あるはずなんですけどね。なんかシールすごいことになってね。貼り方下手くそか。いやでも古いから仕方ないんかな。この辺は売りたいと思います。なんかの機会に。クーガライジングドラゴンのガチャポン版のフィギュアですね。で、リョーマの食感ガチャポン版。で、トーコンブーストの食感ガチャポン版。まだあった。アギトの、あれですね、マックのやつ。マスコレの、ギャレンジャックフォームなんだけど、パーツが、クーガとオーガ。フィギュア類も、あ、J かな、これは。で、やべえの出たな。探偵のデラックス版。多分 USB は実家に置いてあるんで、合わせれば転売できるはずなんだけどな。で、コブラの食感ガチャポン版と、ドラゴンの食感ガチャポン版。で、爆走バイクデラックス版。こいつ550円のおまけで入ってていいもんじゃねえだろ。で、マックのやつの響きさんと、あとマックのやつなかったっけ？ファイズがあったはずなんだけどな。ファイズどこ行ったっけ？あ、ダブルか。ダブル。多分この辺5、6個まとめて100円とかで許される気がしてきたの。あ、これ何のシールだろう。あー、これあれだ。アギトのオルタリングのシールだ。で、クーガの普通のドラゴンフォームのフィギュアと、これなんだ。あー、これがファイズか、ファイズ。シールが全然ねえ。これは、まとめて売るか、もう。で、ビルドのラビットタンク。これ地味にいいな。バンジョーと一緒に合わせて売ろうかな。で、そろそろ山場を持ってくるか。状態すごいことになってるけど。ハッピージャックドラゴン。これが一番欲しかったんだよね。なんだかんだ言って。これが欲しいから、わざわざ買いに行った感があるから。よくわからん時計。多分ジオー。仮面って書いてあるからジオー。で、ロボットのデラックス版とフェニックスのデラックス版。そろそろ紹介しきれなくなってきた。ローズ、ゴリラ、掃除機、三つともしょ、あ、掃除機だけデラックス版だ。で、この辺が食感で、消防車をメッキ、地味に持ってないやつ出たな。で、ファイズとトドロキの、G3 で、ファイズのキーホルダーで、これもキーホルダーかな。違う、ガチャポンのやつだ、これ。タンク。で、ガトリングの、これは、食感かな。
食感だな。で、G3 のとバッタのあれですね、ストラップで、コーカサスヘラクレス、あれヘラクレスじゃねえな、それで、カブトハイパーで、カイザ片腕ねえの、マジか。いや、下半身だけのブラスターフォームはあるんだけど、なんかパーツ足りてねえだろ、この辺。あ、マグネットの、これユニクロのやつですね。で、ラビット、フォークガトリングか、これ、これもパーツ足りてねえんだけど。いや、すごいね。これ、すごいよ。悪い意味で。いやー。マジで？ガットリングだけど、これ、フォークか、本当に。パーツおかしくね？そうすると。まあいいや。この辺どうすっかね。うわ、組み立てるのきつそうだ。てか、多分パーツ足りないだろ？足りないのはしょうがねえか、もう。あ、ドラゴンフォームダブってるってり、パーツが足りねえ。はぁ、あ。なんかパーツ足りないの多くない？いや、ひどいよ、これ。あ、アクセルのブロンズと、あ、ちゃんとフォークガトリングあったのね。あったのねって言ってもな、さあ、なんか下半身ないんだもん。いや、もう。やべ、くしゃみ。で、パーツが足りないやつと、なんかすごいね。あ、マスコレの立花さん揃ったんじゃない？これで。こうか。これでさっき。台座がない。台座がないんだけど。ひどい。ひどい。あ、ドラゴンフォームの足の部分のパーツだ。にしてもすごいな。なんだろう、デラックス対応のやつだけ抜いてさ、全部まとめてうぞうむぞうで固めて大丈夫かな。あ、マグネットだ。マグネット、クーガー、ギット、ダブル、なんか一個足りねえ。オーズ、いい人。これがファイズのキーホルダーで、あとちょっとだ。ラビットの頭のパーツ、そろそろメダルいこうか。普通にセルメダル、ちょっと待った、セルメダルいっぱい入ってんな。やった、セルメダル6枚入ってる。やった、あ、これで500円は勝ちだわ。あ、あといらねえ。いや、この辺抜いて、残りのやつまとめてもう一回あそこに出すか。ホビーオフに返すか。あとで、ちょっと、いらないやつはまとめてホビーオフに出そう。許されるだろう、もう。で、弁慶アイコン。ライジングホッパーの触眼だな。まあ、メタルビーンズの、カイザーで、アストロスイッチでまとめていくか。ブレイドと、これ2号かな、これ分かんねえぞ。シールド24番だから出てこない、名前が出てこない。いや、申し訳ねえ、にわかで。パラシュート、スコップ、シャベルかな、スコップかな。で、アマゾン、最後なんだ、ラウドだっけ、スピーカーだっけ、あの、音が出るやつ。で、コアメダルだね、すげえ。
コアメダルでも十分すごいけどね。イレブンライダーズ、コンドル、トリケラ、クワガタ、ティラノ、アクセル。で、最後がフワさんと。なんかパーツ足りてなくね？ちょっと待って。まあ、いいや、パーツ足りてねえわ、一部。てか、足がねえの、どうなのよ。というわけで、まあ、550円で、セルメダル6枚と、ハッピージャックドラゴン手に入ったのは嬉しいわ。あとは知らん。ご視聴ありがとうございました。